All right, time to go see Vicky. See what he's got to say. Damn, look at that. They've got all of them now. Wait, wasn't there a thing? I'm just remembering a cutscene. Wasn't there one where they were like, wait, couldn't there be more covenants or something like that? Maybe like my, that might happen. Either that happened in this game or something else I was watching. ゾウを待って知ってる？無論知っている。よかった。ここがダメだったらお手上げだった。ゾウマについて教えて。ほう。お前ほどの存在が神戸を垂れ教えを請うのか。首相でしょう。愉快ではあるな。しかし、最近はゾウマが流行しているのかね。半年ほど前の話になるが、ある人物から依頼を受けたのだよ。確か、そう、鉄仮面と言ったか。ビンゴ。聞きたかったのはその鉄仮面のゾーマ。ゾーマゼノンについてだよ。あの未完成品はどうだった？よ、名前があるということは。一応の完成は見たのか。あれで一応なの？私たちコテンパンにされたんだけど。ん？あのゾーマが？それほどの力を持つとは思えぬが。詳しく説明してみたまえ。This is pretty cool having a one of the side characters from like a shop interact with the main story. It's pretty neat.笑い事じゃないんだけど。というか、なんでファントムソサエティに協力してるの？そう睨むな。我が輩は対価に見合う仕事をする。それを咎められる言われはないぞ。そのせいで苦労してるんだから、恨み事の一つくらい言わせてよ。お前らもファントムソサエティも我が輩にとっては同じ様なに過ぎん。美学ってやつ？人間を頑固にさせる要素の一つだよね。美学などという綺麗なものではない。せいぜいで心情といったところだ。いいね、それなら。あなたの心情に従ってこっちにも情報をお願い。我が輩はあれについて確かに知っている。だが、お前が欲しているであろうことはほとんど知らんのだ。どういう意味？我が輩はゾーマに関する知識を与えたにすぎん。ゾーマゼノンは鉄仮面が独力で完成させたと言っても過言ではない。空振りか。じゃあ、鉄仮面に教えたっていうゾーマの知識だけでも教えてよ。その程度ならたやすいことよ。ああ、タイカはいいぞ。面白い話を聞かせてもらったからな。かつて神は土から人を作った。そういう意味では神こそが人の親だ。Well, we're starting from there. 子は親を真似ながら育つ。親を真似ることで成長し、模倣する。親にできたのだから自分にもできるはずだとな。人間は神の何を真似たの？魂の創造だ。傲慢にも人間は神を模倣し、魂を創造しようとしたのだよ。それでゾーマができちゃったわけだ。しかり、人に作られたかよわき魔は、悪魔を取り込むことで強く成長した。だがゼノンにはそのゾーマの原則に加えてもう一つ力の根源とするものがある。コベナントだね。しかりあれの設計思想はコベナントを取り込むその一点に集約されている。コベナントによる才能の引き上げ、ゼノンの魂はその恩恵のすべてを戦闘行動に回せるように作られている。そんなことまで知ってるの？無論。我が輩を誰だと思っておる？おそらく能力の底上げに耐えうる強靭な肉体も
すでに備えているはずだ。あの形こそが人としての魂を持てるミニマムで、人を凌駕する力を持てるマキシマム。会話が通じないわけだ。まさにコベナントの器にして万人である。ねえ、弱点はないの？月だ。ゾーマという種は新月の時に力が弱まるという。 SMT game always has to do with either the new moon or the full moon. 弱点を抱えている。月の満ち欠けは悪魔に影響を与えるが、ゾーマはことさらその影響を受けやすいのだ。だが、それはあくまでも通常のゾーマの話。Victor's like, yeah, I played SMT Nocturne. I know about these new phases. もはやゾーマという種すらも超越しているかもしれない。新月か。もうそれにすがるしかなさそうだね。ありがとう、ビクトル。少しだけ光明が見えたよ。強力な悪魔が作れるようだな。Soul Matrix has expanded. Can I even go into them? Now, let me register my guys while I'm here. 登録をするのだな。 Like, you see how much they cost, by the way? Like, 100,000. Look at that. 200,000. I got all this money. Just summon Zuan Wu. Cost him like half of it. It's crazy. Alright, I guess we gotta head back to the place.Safe house.取り戻す取り戻すって足は物じゃないです。そんなことは分かってんだよ。 What the hell? あれ、フィグとサイゾーだけ？アローとミルディはどうしたの？あ、お帰りなさい、リンゴ。お二人なら鉄仮面の情報収集に出ていますよ。へえ、それはまた珍しい組み合わせだね。あれ、なんか空気が重い。私です、リンゴ。私が少し踏み込みすぎた質問をしてしまいました。フィグに聞かれたんだよ。俺が取り戻したい大事な何かはアッシュなのかってな。ごめんな、フィグ、大きな声出しちまって。いいんです、聞いたのは私ですから。でも分かってるならどうして？なりふり構ってられねえんだよ。全部俺のせいだから。才三のせい？うまくやれなかったんだ。アッシュに希望を、光の世界を信じさせてやれなかったから、今こんなことになっちまってんだ。光の世界？サマナーの世界は殺すか殺されるかの血なまぐさい世界で、誰にでもそういうのが降りかかってくる。そういうサマナーの業っての、俺たちはそれを断ち切りたかったんだ。結果は真逆だね。俺は本気だったけど、あいつは無理って思ったんだ。This is a... そのせいで、I was the one supposed to fill your dark soul with light! サマナーの業に囚われちまってるんだ。だったら俺は、あいつをそこから救い出してやりたい。サイゾー、救い出してやるというのは、やはり少し違うような気がします。どういう意味だ？アッシュが囚われている原因は本当に鉄仮面への恐怖なのでしょうか。アローとカブラギのことを見ていて分かったことがあるんです。お互い同じ気持ちを抱き、相手に良かれと思っていてもぶつかり合ってしまうことがあるって。少なくともアッシュはサイゾーを殺してしまったことを悔いているように私には見えました。サイゾーは自分の希望をアッシュに押し付けるだけで、アッシュの考えを聞いていなかったのかもしれません。アッシュの気持ちを確かめる必要があるか。いやー、耳が痛いね。けどありがとな、フィグ。おかげで
やるべきことがはっきりした。いえ、好き勝手言っただけですので、お役に立てたのなら幸いです。レイブンからです。要件は満月の顛末について、それとファントムソサイティの件で少し力になれるかもしれないと。協力してもらった手前、報告なしってわけにはいかないか。アローとミレディとはバーヘイズルーンで合流してコマ撮りに行こう。 OK。 I guess they're still in our party, so like if we go somewhere else, they'll still be with us. Where do you have to go? Hydron? お待たせ。俺たちもついさっき着いたばかりだ。すぐにコマ撮りに行くのか。アロ、レイブンにはコマ撮りの業務があるはずです。すぐに向かっては迷惑ではありませんか。問題ない。子供たちの相手は大変なんだ。仮にレイブンの手が空いてなかった場合、子供たちの世話を頼む。子供たちの相手は、わかりました。すぐに向かいましょう。養護施設の先生ってのも大変なんだな。しかしレイブンって元はヤタガラスのエージェントだろ。なんでそんな人が先生やってんだ。 Well, Saizo, ever played Yakuza 3? もう少しポーカーフェイスを覚えたら。そんな顔したら何かあるって言ってるようなものだよ。隠し事が苦手なんだよ。どういう意味ですか。あの施設はヤタガラスの隠れ蓑ってことでしょ。よくある話だけどよ、なんでわざわざ児童養護施設なんかをって、まさか。あそこには霊的な素質のある子供だけが集められるんだ。 Damn, なるほどね。正義の味方ずらしてやることはやってるんじゃない。やることとは。察しが悪いね、フィグらしくないじゃん。あの施設にはサマナーの卵が集められてる。そうだよね。ああ、そうですか。あの子供たちはデビルサマナーになるのですね。絶対というわけじゃない。一人もサマナーにならない年もある。俺の時は俺だけだった。あの子たちはそれを知っているのですか。いや、知らない。素質がある子供はコマ撮りを出る時にデビルサマナーの存在を知らされるんだ。強制的にサマナーをやらせるわけじゃないんだ。最終的な決定権は本人にある。それが免罪符なんですね。それは。必要悪だね。悪か。悪が嫌ならこう思えばいいよ。アスリートの英才教育と変わらないって。こんな現実どこにでも転がってるわ。自由意志があるだけまだマシよ。それが形だけだとしてもね。こんなやり方が真っ当じゃないことくらい分かってる。だったらなぜ誰ももうやめようと声を上げないのですか。そのうちまた気づくんだ。俺やレイブンみたいなのがいるからファントムソサイティと戦えるって。このループは間違っているけど、なくしてはならないものだと実体験から悟らせるわけか。カブラギも言ってたっけ。価値観に洗脳されることと信念を持つことは紙一重だって。俺が戦いをなくしたいと思うのも誰かの手のひらの上なのかもしれない。アロ、あなたは。たとえこれが仕組まれた思いでも俺はもう迷わない。この程度でだんまりなんて、いい子ちゃんには刺激が強すぎたわね。いい？フィグ、綺麗事だけじゃ世の中回らないのよ。綺麗事で世界が回っててもいいと思うけどな。そっちのが気持ちいいぜ。気持ちがいいですか。最初は偽善でもいいと思うんだよ。誰かのためにって、そういう思いが
世界に広がっていくとするだろ。はい。で、気づいたら世界は偽善だらけで、表面上は綺麗事だらけに。Whoops, the world sucks. 程度が出そうね。だな。でも重要なのはその下なんだよ。下の奴らはさ、きっとその綺麗事を当たり前として育つんだ。綺麗事がただの綺麗になる。そういうこと。そしたら今よりももっと優しい世界になるぜ。優しい世界、どうでもいいわ。さっさと行きましょう。Unlock my lady's gate. All right. So I gotta go to the child soldier factory. I should play a Yakuza game. No, I should play the Lost Judgment games. Or is it just Judgment?I haven't played those yet. I really want to. 悪いな。今日は手ぶらなんだ。アローは解消がないね。そっちのおじちゃんはどうかな？おじちゃんは心に来るぜ。ほら、かわいいかわいい子供たち。おじちゃんがアメちゃんをやろう。わーい！レイブンの姿が見えませんが、どうしたのでしょう？先生なら病院だよ。胸のりが熱出しちゃったから連れてったの。まずいことになった。子供が熱出すのは仕方ないでしょう。レイブンが帰ってくるまで待てばいいよ。いや、そうじゃなくて、コマドリはもう少しで夕食の時間なんだが、レイブンは準備する時間があったのか。お台所を見てきます。です。夕食の準備ができていません。夕食くらいアローたちが作れば。これだけいるんだから誰か作れるでしょう。たくしょうがねえな。ここは俺の腕の見せ所ってか。 You know how to cook? まさかの才蔵。そんなに意外か。アッシュと同棲してた時は交代で飯作ってたし。ええ、意外。よー、チビども、何が食いたい？俺、ハンバーグ。いいじゃねえか、得意料理だぜ。煮込みで行くか、馴染みの肉屋で和牛買ってこよう。お前ら英語だぞ。ノートのサイズじゃねえぞ、英語ランクだぞ。そんな贅沢ダメだ。買い物は俺が行く。ひき肉だったらこの時間はスーパーでお勤め品が出てるはずだ。あの二人とも私にも手伝わせてくれませんか？アヨンに飯作れんのか？耳を遠隔操作している時間を利用し勉強しました。フィグが私の知らないところで機能を増やしてる。なんかショック。フィグは私でいろいろやってるんですよ。確かにそれくらいのマルチタスクは簡単だけど。一緒にやろうか、フィグ。She says she's learning. On the outside, she's got a covenant. ねえねえ、あのね、she's gonna like when we beat Zenon, Bleach Guy, whatever his name was, Zenon Z3. Fig's gonna like absorb all the covenants, get super powerful, and then she's like, I'm gonna reshape the world so I can make it a better place. She's gonna be like a waffle ending or something. なんで私が？ご本読んでくれるの？え？ご本。ミレディは子供のお相手を。見てフィグ、ミレディのあんな顔初めて見た。リンゴ、あなたは料理の手順を覚えてください。今度はリンゴにもやってもらいますから。うん。疲れた。お疲れ様、ミレディ。なんだかんだ言って面倒見がいいんだね。は？子供たちのこと丁寧に見てたよね。
特別なことはしてないわよ。いや、十分特別だ。何よ、アローまで。気持ち悪いからそういうのいらないわよ。イチカ、ミレディに絵本をせがんでた子は本当はとても気難しい子なんだ。あの子があんなに笑うところを俺は今まで見たことがない。ちゃんと相手をしてくれてありがとう。ありがとうって、私は別に。こっちから呼び出したのに遅れてすまない。お帰りなさい、レイブン。それとごめんなさい、断りを入れずに夕食を作ってしまいました。いやいや、謝るのはこっちだ。ありがとう、子供たちが嬉しそうで、それが一番だ。レイブンの料理はカレーはうまいけど、他は普通だからな。それは違うぞ、アロー。カレーがうますぎるから、他の料理が普通に思えるんだ。確かに、そういう考え方もあるな。だろ？でもまあ、俺の料理がマンネリ化してるのも事実か。お前たちさえよかったら、またこうして遊びに来てくれないか。来てもいいんですか？もちろんだ。きっと子供たちも喜ぶ。子供たちが、そうですね、たまになら。私たちには使命があるんだから、そっちが優先でしょ。そうですね、もちろん分かっています。喜びの感情に浮かれていた。評価されたのはアイオンの使命と関係ない行為なのに。 You've got those motherly instincts. 随分と時間使っちゃったし、そろそろ本題に入ろうよ。Either way, Ada Ada is running our future. 満月のことだが、それは俺から話す。満月は死んでいたか。わかった。ヤタガラスには俺から報告する。頼む。次はこっちだな。鉄仮面のアジトとおぼしき場所がヤタガラスの調査で判明した。Oh, shit. 尾崎。Going to the Lion's Den. 尾崎ホープタワーだ。Saki Hope Towers. 不動産の価値が暴落して採算が取れなくなったせいで、未完成のまま放棄されたビルが多いんだよ。悪党の隠れ家にはもってこいの場所ってわけだ。それはどれくらい確かな情報？鉄仮面とゾーマ・ゼノンが出入りしている姿がエージェントによって確認されている。妙です。そうだね。鉄仮面の居場所は都内の監視カメラをトレースし、最優先で捜索していました。ですが、かなり用心深いのか、尻尾をつかむことすらできませんでした。それが今になって急に。その点は俺も気になっていた。俺たちを誘っているの。He's like, no, you guys got the last covenant, so just come find me. 私たちはコベナントを持っているからね。それはあり得る。だとしたら危険だ。罠の可能性だって。だったとしても、それしか取っかかりがないんだったら行くしかないよね。リンゴの言う通りね。ストップ。邪魔をしないで。私の話を聞かないと損するよ。鉄仮面を殺したいんでしょ。シャチな情報だったら許さないわよ。それは聞いてから判断してよ。ゴーマ殿でゾーマの弱点を聞いてきた。ゾーマは月の満ち欠けに影響されやすくて、新月の日には力が弱まるらしい。潜伏先が分かってるなら、新月の日に襲撃することもできるな。襲撃は次の新月の日で決まりだな。先走るなよ、ミレディ。分かってるわよ。どうした？え？ Man, we've entered cutscene city, huh? 気になることがありますって顔に書いてあるぞ。さっきの話に不備があったか？いえ、そうではありません。ただアローから聞きました。コマドリのもう一つの顔。そうか。あなたが子供に優しくて、子供たちの笑顔にも影がなかったから勘違いしていました。あなたもまたサマナーの業に囚われているんですね。そうだな。だけど私が最初に感じた思いも嘘じゃないはずです。あなたは子供たちに本気で向き合っている。だから子供たちはあなたに憧れるんです。あなたが優しい人だから
あなたのようになりたいと願うんです。こんなことをいつまで続けるつもりですか。やめろという命令を受けるまでだ。ならば私の力を使います。私の力であなたと子供たちが幸せに暮らせる選択肢を用意します。アイオンを利用しろというのか。君は少し頭を冷やした方がいいな。私は冷静です。冷静に思考してあなたの願いと私の願いは同じものだと判断しました。子供たちを戦わせたくない。この願いは共有できるはずです。君の世界は狭いな。はい、まだ生まれたばかりです。子供たちのことを大切に思うのなら今は動かない方がいい。理由を聞かせてください。ヤタガラスとアイオンは別の組織だということを忘れるな。現場が勝手なことをすればこんな関係は簡単に壊れる。ここに来られなくなるのは困ります。なろ、そもそも頼る人間を間違ってるぞ。俺はただの職員だ。エージェントには戻らないのですか。戻りたくはないな。ああ、俺が優しいからだとかそんな理由じゃないぞ。違うのですか。村を焼いたことがある。ある国の小さな村だ。 Oh, okay. 悪魔に取り込まれた村の殲滅という任務だった。必要だと信じて無我夢中で殺した。子供も老人も。気づいたらコンプを持っていなかった。地面に落ちていたコンプがとてもまがまがしいものに見えたよ。俺が戦えなくなったのはそこからだ。児童養護施設の先生は俺を見かねたヤタガラスが用意した仕事なんだよ。たくさん無理をしたんですね。それで少し頑張りすぎてしまったんです。ろくな頑張りじゃないな。やはりあなたは優しい人です。この状態が続くのはレイブンの本意ではないでしょう。どうだろうな。ただ子供たちにはこのまま汚れないでいてほしい。あの子たちが笑えなくなるくらいならもう一度コンプを手に取る方がマシだ。話してくれてありがとうございます。アローナ。え、少しだけだが昔みたいに笑ってたな。感謝してる。戦えなくなったあなたは決して弱い人なんかじゃない。それはあなたが当たり前の人だったから。私が代わりに戦います。あなたや子供たちに代わって。ハンバーグ、あなたの分も作ってあります。よかったら食べてくださいね。お話終わったの？おい、なんで起きてる？もう寝る時間だろ。ありがとうはちゃんとしろっていつも先生言ってるだろ。まったく、10分だけだからな。はあ、ありがとう姉ちゃんたち。I guess we'll raise arrows past it. アローもこうなるのかな。レイブンみたいにさ。俺が？そうだな。いつかなりたい。けどそれは戦いを終わらせてだ。硬いね。もっと柔らかく考えればいいのに。今度はいつ来てくれるの？え？あ、そのわからないわよ、そんなの。
し来られるなら、そうね。Oh shit, I just had a thought. Like how my lady stared at this girl and now she... Is this like her daughter or some shit? Like her and Iron Mask's daughter? あまり長居しては迷惑でしょう。そろそろ。Is that what's gonna happen? お姉ちゃんたち、帰るってよ。Oh man, that's... またな。今日はありがとう。I hope that's just a theory of mine that's not gonna go anywhere. 助かった。ここは苦手だわ。Oh, we're just going straight to the new moon. 月のない、いい夜だね。準備はできてる？悪魔の用意はいい？今日で全部終わらせるよ。Nice moonless night. 聞かれるまでもないわ。この日がどれだけ待ち遠しかったか。よく我慢したね。先走っちゃわないかヒヤヒヤしたよ。一つ教えてあげる。本当は。こんなとこで無駄話をしてたくないの。お分かり？その殺気は本番にとっておいて。それじゃあ尾崎ホープタワーに行こうか。アッシュ、お前もそこにいるのか。Damn, all kinds of new stuff happened.Alright, we're gonna save after all that. Alright. I feel like I should go and trigger the cutscene, but I don't think I'm gonna do that. Instead, you know what I'm gonna do? I think I'm gonna stop here for tonight. Yeah, I think this is a good time. And then I'm gonna go to the Soul Matrix, I'm gonna do some side quests, do all that, get beefed up.And then next time you see me, I might even be like probably around level 40 or something. Next time you see me, and then we'll go take on Iron Mask and Leech Man again. So, look forward to that.